そう、カメラは今度全部こっちのカメラになるんで。この辺ちょっともう少し綺麗にしないとやばい。ここにいる？ああ、正解正解。紙は持ってます。あ、渡す。じゃあ、うん、じゃあ俺から野宿を出せばいいんだな。あ、これでね、うん、あ、そいつが私、うん、じゃあここにいるか。皆さん、まだ。皆さん、おかえりなさい。はい、本日はサンリオ放送400回記念スペシャルとしまして、通常の、牛久のSカードを取り出しまして、ここ牛久ベースでお送りいたします。私、司会の滝川クリスプです。本日はですね、実は、チャンミョンが、なんとインフルエンザということで、皆さんもご存知かと思いますけども、月曜日から寝込んでしまいまして、まあ、今日の放送も間に合わない。大丈夫か、うん。なので、チャンミョンなしなんですけども、まあ、私をチャンミョンだと思って皆さんよろしくお願いいたします。それでは、本日たくさんのギャラリーメンバーその他大勢いらっしゃるのぞえ、どうぞ入場してください。お願いします。違う。イエーイ、お願いします。そして月曜日レギュラーのヒデです。そして金曜日レギュラーのノジコです。よろしくお願いします。そしてメインのチャンミョです。チャンミョです。頑張って私よって言ってる。チャンミョごめん、私よって言ってる。はい、というわけで、まあ、にぎやかに始まりました。はいはい、で、何やんの今日は。何やる。メイン司会自らそのつけ、発症されるとさ、こっちが困っちゃうんだよね。メイン司会じゃあ勝手に進めちゃっていいね。チャンミョン、まあ、俺がチャンミョンだ。400回だから、いろいろめでたいことが大きいんじゃないの。じゃあね、決まってないの。実は冒頭に
ちゃんみおから手紙書きました。書きました、はい、よくわかんない。ちゃんたけちゃんたけ、まあ、ちゃんたけでいいですよ。ちゃんたけで、今日はちゃんたけで、ちゃんたけさんが、はい、ちゃんみおさんから手紙を預かってます。おれ寝込んでいるあれがあれの、あれがあれのインフルだ。はい、あどれどれ、ちゃんみおーおー来た来た来た、どれどれ、ちゃんみおさんからお手紙が、おお、いただきぬ、どれどれ、おいおい、俺読めないので読んでください。あれがね、あーなるほど ね、もうなんかね、読む前からね、分厚い分厚い暇だからそれね、これね、今数えただけで7枚に渡って、ね、手紙を積んでおりますんであれだろうね、私から時間あるんだろうね、これね、何分かなんか絶対分かる、はい、じゃあ、はい、もう早めに巻いてやってます、はい、巻いてやるね、内容じゃない感じもするんでね、はい、はい、ではいきます、はいはい、背景、ビエビエとした大気に星もいてつくような寒夜が続いております。2012年5月7日からスタートしたチャンミオ TV が待ちに待った400回記念を迎えます。それもこれもひとえにチャンミオ TV を支えてくださる皆様のご尽力の賜物でございます。本当に感謝申し上げます。しかしそんな大切な400回記念を前にインフルエンザになってしまい、大切な皆様と特別な放送を迎えられなくなってしまったこと、ただただ悔しく思います。平日毎日放送しているので100回という区切りは非常に早くに巡ってくるのではありますが、今回の400回はレギュラーも全員集合し、ご当地キャラも登場してくれるということで、いつも以上にウキウキしておりましたので、できることならみんなと一緒に牛久ベースでその喜びを共有したい、今もそう思っています。しかし大切なチームのみんなにインフルエンザを移してしまっては元も子もありません。パソコンの画面の前から400回記念を共有したいと思います。さて僭越ではございますが、私から皆様へメッセージを伝えさせてください。1回目の放送から400回振り返ればいろいろなことがありました。初めて放送した時はとっても緊張して、どうしたらいいか全然わからず、1時間という長い時間をとっても辛く感じていたのを覚えています。毎日何を話そうか、ただただ必死の1時間でした。本当にいろいろなことがありましたが、今では市のご厚意でエスカードプラザという一等地にスタジオを構えることができました。大切な仲間でありファミリーが曜日別で番組を支えてくれるようになりました。レギュラーだけではなく、音響や調査班、取材、映像編集、ホームページ等でいろいろな分野で強力なサポートをしてくれる体制が整ってきました。ありがたいことにスポンサーの皆様にも資金面やその他の面でも多大なご協力をいただき、本当に助かっています。それもこれも番組を視聴してくださる皆様がいてくれるからこそ続くことです。徐々にではありますが、視聴してくださる方も増えています。徐々にとは言いましたが、昨年とは比べ物にならないほどです。現在は1000視聴数という目標を掲げています。以前は100視聴数が目標でしたから、そう考えても大きくなったと改めて実感しております。体調不良でチャンミオ TV を欠席するなんて今までなかったことですが、そうはなっても今はこうやってチームチャンミオという温かいファミリーが番組を支えてくれています。本当に頼もしい限りです。さて400回という節目なので、私が掲げる目標についてもお話しする時間をいただきたいと思います。家族みたいに仲良し日本一の街って何だろう、はい、そう考えると難しいことに感じるかもしれません、はい、でも実は難しいことでも何でもありません。皆様の本当の家族を思い浮かべてください。生きている中でいろんなことがあるかと思います。嬉しいこと、悲しいこと、寂しいこと、イライラすること、家族だからうまくいかないこともいっぱいあります。けどどんなことがあっても家族であることには変わりありません。生まれてくるということは両親がなくてはありえません。血がつながっていること、それが本当の家族です。では地域はどうでしょうか。家族と同じようにうまくいかないこともたくさんあります。けどどんなことがあっても牛久市にいることは変わりません。本当の血のつながった家族ではありませんが、牛久市を構成する一つの家族です。つまり牛久市という大きな家をみんなで一緒に作っています。大きな一つの家族になるということは、嬉しいこと、悲しいこと、寂しいこと、イライラすることを本当の家族のように共有して共感できる存在になることではないでしょうか。嬉しい時に嬉しい、悲しい時に悲しい、寂しい時に寂しい、お互い納得しない時にはとことん話し合う。そうやって地域が一つになったら、まるで本当の家族のような大きな家族になるとは思いませんか。チャンミオ TV は平日毎日決まった時間に1時間、牛久のみんなで共有して共感できる情報を発信していきます。だから皆さんも知ってほしいことがあったらどんどん教えてください。疑問があったら教えてください。問題があったら一緒に考えていきましょう。言いたいことがあったら出演してください。そうやってみんなで番組を育てていきましょう。チャンミオという名前がついてしまっているので、このキャラクターはまるで私のようですが、このキャラクターは綾部美桜ではありません。家族と家族をつなぐみんなの家族となるキャラクターであり、このキャラクターは牛久を一つの大きな家族にする架け橋、チャンミオに育ってほしいと思っています。1代目チャンミオを私が務めています。2代目はまたチャンミオ TV を見てる誰かがチャン〇〇となります。
そうやって牛久と一緒に歴史を刻んでいってほしいと本当に本気で思っています。牛久は自然が豊かなだけではなく素敵な人がたくさんいて素敵なお店もたくさんあります。だからみんなももっと牛久を大好きな気持ちを発信していきましょう。牛久の好きを共有してもっともっと牛久を大好きになっていきましょう。最後になりましたが、私は両親のもとに生まれそしてここ牛久で育ったことを何よりも幸せだと思っております。今まで出会ったすべての皆様に感謝の気持ちを込めて、お体には十分にお気をつけくださいませ。ケーグ。平成26年1月29日、あやべにをチャンミオ TV をご覧の皆様へというお手紙でした。お手紙いただきましたね。かなり巻いてよ。かなり巻いたんだけど結構熱いですね。まさかの長文。要するに何？聞いたでしょ。ちゃん聞いたでしょ。結構集中して聞いてなかったよ。ちゃんと聞いてました僕。本当に熱い思いがね。熱い思いが。来ました。みんなこらえるのに必死。マジですか。説得力ないけどね今。全然説得ない感じだけど。絶対わかんない。さすがだわね。さすがですよ。まあ、ということなんでね、はい、バッチリ放送していきましょうか。そうですね、はい、気合い入れてね、400回。名前をね、これ手書きなんですよ、全部。すごい。これはすごい、うんうん、あえてパソコンではない。ないですね。さすが。あそこはあんなできる子が、うん、ね、手書き、ね、しかも字が綺麗、ね、すごい綺麗。そうか。やっぱそう来ると思ったけど。そうだけども、ありがたく頂戴しております。はい、神ありがとうございます。ありがとう。さあ、あとコメントが来てる。お、コメントコメント。あ、そう、コメントおかえりなさーい。おかえりなさーい。かけちゃんさん、マジで今度ランプもらってください。昨日、そう、昨日、本当、ちょうど僕に。かけちゃん、残念賞だったやつ。残念賞。改めまして、400回、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、かけちゃんさん、自分で投げ。待ってた。待ってたよ、それ。気づけよ。ならないの時点で気づけよ。投げるよ。みんなが言った、うん、まず突っ込んだよ実はみんなで、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。思いを伝えられました。はい、盛り上がっていきたいと思います。400回ですね。コメントお待ちしてます。お待ちします。紹介してきますので。というわけで、はい、早速次のそうコーナー、はい、まずはね、牛乳。牛乳、そう、牛乳いきますよ。いってみましょう。はい、牛乳はどちらで、これいいのかな。そこでいいよ。はい、メガネ OK、 あるよ。 OK、 OK、オッケー、いいよ。読まないけど行きましょう。画面切り替わってるのかな。これここで放送見えないからね、はい、そう、そうなんですよ。で、牛に行っても大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、行ってみたいと思います。どっち見てればいいの。これでいいの。こっちでいいのかな。見て大丈夫。オッケー、見て大丈夫。こっちオッケーです、うん、こっち見てやる。いや完全に竹なら、こうパソコンの向き変えれば。いや、滝がクリステル。うん、クリステル。あ、いいね、いいね、いいね。クリステル的に行ってみましょう。そういう感じで、うん、はい、はい、じゃあ行きますね、はい。早速ですけれども、児童福祉課のブログのご紹介をさせていただきたいと思います。はい、12月の子育て広場という記事でございます。はい、とても穏やかに新年がスタートしました。うん、本日もアドバイザーの皆様で、はい、みんなで皆様お待ちしておりますと。はい、12月も楽しかったですね。12月の作品、うん、みんなでクリスマスツリーを作りました。はい、たくさん並んで綺麗だね。お写真出てるかな、多分12月生まれのお誕生会、アドバイザーのサンタさんになってお迎えをしました。うん、はい、みんなでケーキをローストクをふーってやって、うん、ハッピーバースデーを歌ったり、うん、焼き芋グッチパー、うん、って何ですか。焼き芋焼き芋お腹がグーってやつ。えっ、さすがすごい。これです。これがグッチパーってやつ。焼き芋グッチパー。てか、お前誰ちょっとこれ見えてる。怖い怖い。あんた文字がね、見にくいんだけども。ごめん、400回に余計分かんなかったでしょ。メガネがなくなっちゃってね。はい、メガネメガネなくなっちゃって。はい、はい。で、それ歌ったりとか、じゃんけんをしたりとかして楽しんだということで。うん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 、はい。で、すくすく広場。はいはい。かわいい白い花をつける木ですね。で、ずっと名前が分かりませんでしたが、うん、そちらが夏椿という木だったことが分かったと。ほうほうほう。名前が分かると花が咲くのがより一層楽しみになります。うんうんうん、こんなに毎日寒いのに木の芽はふっくらとしてきました。お名札をつけていただきありがとうございましたと。はい、夏椿、うん、夏椿、見たいね。はい、でスクスク広場も地域の皆様に温かく見守られて、うん、多くの方に支えられて感謝でいっぱいです、うん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、1月も子育て広場ではたくさんの行事がありますので、うん、はいはい、栄養士さんや保健センターの、うん、保健師さんの相談も人気ですので、うん、楽しみにしていてくださいね、はい、という記事をご紹介いたしました。コメントが、はい、はい、どっからだ、こちら、歌舞伎堂さん、
書いといて何てことを投げってやつですね。確かに。ツッコミが、はい。田中佳代さん、おかえりなさい。ごめんなさーい。おばんです。チャンミオ TV 400回記念おめっと。ありがとうございます。声をより一層張っていきましょう。はい。で、はい。で、チャンミオは、だって本当は怪しいメガネのおっさんの代わりに私だった。俺誰？怪しいメガネのおっさんです。今おっさんです。今怪しいメガネのおっさんに。こっちどっちも？どっちも。あの二人とも怪しいメガネのおっさんなんでね。そうか。はい。それでタカちゃんさんですね。はい。タカちゃんです。はい、チャンミオ TV 400回記念おめでとうございます。ありがとうございます。はい、では続いての記事いきますか。ニュース途中です。続いての記事です。はい、加藤牛久さんの記事ですね。うん、こちらは非常勤職員の募集の記事が来ております。はいはい、す画像の方が多分募集内容が表示されてる。 OK。 どうした出てるかな、出てると思いますけれども、はい、はいはい、はいはい、OK、 はい、はい、非常勤平成26年度の公立保育園の非常勤、はい、職員の募集がされております。はい、職種がですね、短時間保育士ということで、募集人数が4人なんですけれども、うん、申し込み条件とか全部言った方がいいかな、など条件などとか募集の内容だったりも今画像出てると思うんですけれども、うんうん、出てますね。はい、はい、それと一緒にこちらは図書師匠です。はい、図書師匠、はい、の非常勤職員募集と、こちらも募集しております。はい、募集内容などはね、ほほ牛久さんの方にも載っておりますので、ね、うん、興味ある方はそちらを見ていただいた方が詳しく載っているのでいいかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。1月31日締め切り、あ、そうですね、もうすぐ締め切りなので、ちょっと興味ある方は、おかえりなさい、おかえりなさい、おかえりなさい、これはまさにおかえりなさい、おかえりなさい、到着しました。到着しました。ちょっとカズちゃん、はい、カズちゃん、おめでとう。カズちゃんなんかカズちゃん言われてるみたいで、なんかイラッとする。あ、バツってバツ出ちゃった。その通り、その通り。はい、自己紹介の方お願いします。400回放送おめでとうございます。ちゃんたけTV が400回の話になって、はい、カズちゃんが到着しました。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、じゃあ続いていっちゃいますか。今後ろやってますのでね。はい、続いてエリート情報さんの記事をご紹介いたします。はい、茨城極真です。茨城極真空手空手道交流大会で牛久道場の選手たちが快挙。はい、何でしょう。はい、去る1月12日日曜日に茨城県武道館大道場ですね、うんうん、はい、で、第22回肩の部、うん、肩の部、うん、肩、そう、肩、さっきも名前、肩、肩で、肩の部、A のやつですよね、うん、なんか肩の部、うん、か、そう、肩の部、肩です、肩の部、肩の部ね、肩の部、うん、肩の部、そう、こうやつ、これ決めるやつ、こうやって、うん、こうやつ、茨城、肩の部のことしか伝わってこないよ、大丈夫、極真空手、はいはい、空手道交流大会が、はいはい、開催されました。1月12日の日曜日ですね、開催されたの。はい、でこの大会ではですね、うん、群馬県や千葉県からの参加者もありまして、約200人、延べ400人弱が競い合ったんですけれども、うん、試合はですね、個人戦、団体戦の15クラスに分かれて、うん、トーナメント方式で行われたんですけれども、はいはい、うん、牛久地区道場からも20人以上の選手が参加されまして、うん、個人戦ではですね、うん、一般女子 A クラスで高野楓さんが優勝です。うん、そして中学生男子のクラスではですね、岡野さんが優勝されまして、うん、あと板野さんですね、板倉さん、男性の方、板倉さんが準優勝、はい、そして小学6年生クラスでですね、小杉さんかな、うん、かな、うん、が3位ですね、第3位、はい、うん、で小学1年生以下のクラスでですね、白馬さん、はい、すごいお名前なので、これ、そうですね、あってるかな、白馬大地さんかな、かなが3位ですね、うん、で団体戦ではですね、一般男女混合クラスが優勝しまして、うん、中学生クラス優勝、すごい優勝ばかりとか伝わるかな、大丈夫かな。で小学生の高学年クラスが準優勝で、うん、はいはいはい、で選手たちはですね、うん、個人団体戦ともに素晴らしい成績を収めておりまして、うん、特に個人戦、ちょっと今、牛乳中
ダッカーが手が必死を漕いで読んでたから今必死だから、うん、はいはい、必死だからね、うん、はい、個人団体戦ともに素晴らしい成績を収めたんですけど、はい、特に個人戦一般女子 A クラスと中学生クラス男子は4年ぶりの優勝を牛久にもたらしたと、うん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 、すごくないですか、すごいですね、そう、優勝がすごい数の、うん、皆さん本当に頑張って、多分お写真の方もあのみんな賞状も持ってるやつが出てると思いますけれども、すごい、どうですか、うん、空手、空手興味ある、興味示してください、興味示す油断しすぎですからね、必死だったことで油断しすぎですからね、はい、コメントコメントコメント、あ、はいはい、チャミオさんが、チャミオさんがね、音響さん、音が切れるのは何だろうねと来ておりますけれども、どうでしょうか、音切れてますか、チャミオさんから音が切れるのは何でだろうと、うんうんうん、うん、ですか、音が切れてると、チャミオさんがどうかな、音が切れるのかな、ネットの回線がちょっと弱くなってる、あ、ネットの回線関係らしいです、はい、はい、で、田中さん、かよさん、うん、チャミオちゃん、具合どう、しっかり栄養、よーし、よーしっかり、あ、読めないね俺もしっかり直すんだよっていうことですね、そうです、はい、チャンミオさんにコメントが、これだから、文字見えないから、それ養生して、養生だ、ね、直すんだよってこれだからね、うん、これだからね、養成してっていうことじゃない、わかりますわかります、はい、続いて、はい、小中学校からのお便りいきます、はい、はい、最後ですね、はい、はい、教育委員会さんにご協力いただいてる記事でございますね、うん、はい、はい、はい、今日はですね、4つの学校からの記事なんですけれども、うん、はいはい、1つ目、奥野小学校、うん、はい、1月28日の記事ですね、はい、はい、外国語活動訪問、うん、っていうのの記事なんですけれども、はいはい、外国語活動訪問がありまして、うんうんうん、5年生の外国語活動の提案授業を行いました、はいはいはい、ALT の先生と楽しく活動することができましたと、うん、ALT というのは、ALT っていうのは、これ、カズちゃん分かるよ、カズちゃん、アシスタント・ラングエッジ・ティーチャー、もう一回、ワンボン、ワンボン、ワンボン、アシスタント・ラングエッジ・おぉー、ビューティフォー、発音がいい、アシスタント・ラングエッジ・ティーチャー、 ALT ですね、はい、え、でもこれいませんでしたか、学生、いました、え、私もいました、私の時いなかったよね、トゲちゃんは次いた、いた、なんかこういう、こういう成績そうですよね、いました、いました、 GHQ の空手やってるんだよ、混ざってる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 、最近よく新聞記事と混ざっちゃってる、はい、次行きまーす、次行きまーす、次行きまーす、はいはい、あ、チャミオさんからさっき電話で解決済みかも、あー、よかったです、 OK かな、はい、皆さん見えてますか、はいはい、はい、続いて音声です、はい、音声が届いてる、はい、カズちゃん黙って、カズちゃん黙って、カズちゃん、タケちゃん、失礼しました、進めてくよ、失礼しました、進めてくよ、はい、はい、次、はいはい、牛久第二章です、おいおい、はい、1月28日の記事ですね、うん、おもちゃ祭りへようこそという記事でございます、うん、2年生が国語の授業でおまつま…おおま…おすごっ、嘘でしょ、嘘、ひらがな、ついに、普通におもちゃ、ひらがなも来た、ひらがなも、はい、おもちゃをおもちゃって言うとしてるお腹空いてる、必死なの、必死なの、400回必死なの、はい、はい、2年生がですね、高校の授業でおもちゃ祭りを開きました、はいはい、自分で作ったおもちゃの作り方や遊び方を説明した後に、うん、実際に遊んでみたりとかもしまして、で、コマとかけん玉、うん、あとパタパタ船、おう、パタパタ船、パタパタ船など、うん、各自が工夫を凝らしたおもちゃで友達と楽しく遊ぶことができましたと、ほいほい、パタパタ船って何ですか、知らない、まあね、どんな形状か分かんない、昨日うち見たいる、生物、生物、船って言ってた、いた、いたって、多分可愛いんでしょうね、多分、はい、よし、次よ、はい、雑だから今、続いて中根賞ですね、うん、はいはい、1月27日の日でございます、うん、調理実習でご飯、味噌汁作りと、うん、5年生はですね、家庭科の調理実習でご飯とお味噌汁を作るのを行いました、はいはい、家庭での方法とも違うことも多くて、うん、貴重な経験と機会となりました、おい、どのグループも美味しく出来上がりましたという記事ですね、おい、お味噌汁でも学校でやりますよね、授業で、家庭科 家庭科でね、やりますよね、うん、うん、やるね、あ、でも確かに家庭の、え、なになになに興味ないらしいよ、ご飯炊き方勉強しないと、今時洗剤で洗っちゃう人とかいるらしい、すごい、洗剤で洗っちゃうって、
本当に洗ってくださいって言って、洗っといてって言われて初めてやって分かんないから洗剤洗っちゃった。脱水までやっちゃうんだよ。脱水骨粉がなかった。骨粉がなかった。でも確かに分かんないと分かんないですよ、やり方がね。そういう脱水しないメインだよ。やっぱり学校の授業って大事ですね。僕やります。はい、で最後の学校の記事ですね。牛久三中の記事でございます、うん、はいはい、1月27日、うん、部活動練習試合も頑張っていますという記事ですね。おいおい、昨日は暖かい日曜日でした、うん、男子テニス部はつくば市の中学校と練習試合を行いました。お、体育館ではバレー部が近隣の3校とリーグ戦を行います。うん、行いました。はい、はい、また バスケットボール、うん、部では毎日茨城杯に毎日茨城杯毎日茨城杯じゃない毎日茨城杯に参加しました、うん、毎日茨城杯に参加しました。違うよね、毎日新聞と茨城新聞じゃない。そう、あ、なるほど。そう、毎日え、それ分かるよ。見てなくても分かんない。はい、に参加し毎日茨城杯に参加し、うん、女子は3回戦まで進みまして、はい、男子は5回戦を来週の土曜日に行いますという記事ですね。頑張ってください。頑張ってください、はい、応援しています。はい、はい、以上ですね。以上、牛乳、以上牛乳でございました。牛天は、はい、嘘、牛天は、牛天はいいんじゃね。いいの。でも牛天いや、適当牛天さあね、じゃあお牛天、あ、え、どのタイミング、今、はい、じゃあ今日じゃない、今、おう、はい、スペシャルゲスト、ほうこのタイミング来てくれてるということで、どうぞどうぞ、え、先生、おいで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 カメラこっちだ。おー、おはようございます。はいはい、イエーイ、ありがとうございます。シャンシャン営業部長から。わーい、わーい、わーい、すごい、素晴らしい、すごい、なんですかこれは。素晴らしい、いいな、すごい、いいな、すごい、ワイン、シャンペン、いいな、いいな、シャンパンとスパークリングワインと、うわー、すごい、しかもこれ4以上、4以上、アップでアップで、チャンピオンテレビでもう一回見てくださいよ、アップでアップで、チャンピオンいるかわいそう。これ本当にこの喜びがね、喜びがね、見とけよって言ってたからね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はじめくん渡したよ。ありがとうございます。さあ、はい、時間も大丈夫。はい、ママとお兄さんから最後にセミオさんに、なんだろう、お、なんだろう、じゃじゃーん。カメラの近くに。これは何？うん。何？英訳だ。英訳だ。手作り。風呂入れねえけどな。確かに今風呂。熱上がっちゃう。熱上がっちゃうけどな。すごい。ありがとう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 ございます。はい。お、はい。見せちゃう、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 チャミオおめでとう、400回なんだろう、なんだろう、あ、じゃあこれ、すごいな、チャミオ、いい匂いするね、すごいね、今日はもうオールスターですね、チャミオテレビ、オールスター、チャミオいないみたいな、すごい、なんだろう、誰もいない、おー、アップで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 、手作り、バインダー愛されてますな。バインダーなんて買えばいいんだ。400回、そう、さらさないでください、ケンタロウさん。チャミオさんから、チャミオさんからコメントがあります。ケンタロウさん、チームマキマキお帰りなさい、ありがとうシャーンって来ております。来ております、ありがとう、シャーン
ありがとうございます。すごい、私が買い物をなんか嫌だな、私もなんだろう、危ない、なんか嫌だ、ありがとうございます、ありがとうございます、もっとゲストが言ってるからね、解散しましょう、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、イエイ、イエイ、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。チャミオさんからわーありがとう、おいしくーと。帰り道わかる、帰り道わかる、帰り道分かる、来た来た来たから、来たから帰るだけだから、はい、ありがとうございます。というわけで牛して牛して、終わった終わった、牛して終わった、あの牛して晴れとか言っていますが、はい、明日は牛してです。朝6時までは晴れですが、晴れ、その後9時以降帰りになりまして、はい、3時以降弱い雨ということで予報になっております。雨、おー、はい、気になって大丈夫、最高気温3度、最高気温12度となっております。はい、まだ進む、わかんない、400回だからちょっと、いや、なんか、そう、あとほら、はい、キャニオからさらにわーっていうのが喜んでおります。規制が、規制が届いてる、はい、キャニオさん、すいません、完成じゃなくて、はいはいはい、すいません、もういいですか、オッケーです、終わりました。台本によりますと、はい、台本あるんですか、ない、ないですよ、ないないない、全部入ってますからね全部だって仕切る台本ですでしょ、はい、続いては、はい、続いては、はい、なんと、はいはい、スペシャルゲスト呼んでる、嘘、400回ならではの、誰、たけちゃんが呼べるの、そんな力あんの、さすがだね、カモン、いいの、でも一発、じゃあまずは、お、まずはマッスル肛門カモン、嘘でしょ、来てる、呼んでんの、本当にマジで、うわー、怖い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 、俊敏、すごい、すごいよ、思ったより大きい、痛い痛い、すごい、マッスル肛門だー、マッスルですけどね、すごい、すごいね、あとフラッシー意識してるとしか思えない動きなんだけど、危ないなし、危ないなし、すごい、ハッスル来た、はい、ここで、はいはい、ハッスル肛門をちょっと紹介したいと思います、はい、お願いします、前日、男、男、年齢不詳、あ、出身地、出身地茨城県、おい、で、それはね、それはそうですよね、性格は、優しいけども悪人に厳しい、あ、まあ、肛門様、好きな食べ物は茨城で採れたメロンと常陸牛、おお、あとコシヒカリ、コシヒカリ、なるほどね、なるほどね、呼んで年輪ピック茨城2007年のマスコットキャラクターとして2005年に誕生しました、おお、2005年お、で8歳と9歳実はこう見えて、そうなのね、まだ9歳、早くめくってくんないと1月11日に開催されたふるさと祭り東京、そこでゆるキャラダンス選手権が行われ、ほう、行われ、なんと最もインパクトのあるパフォーマンスでゆるキャラ界に衝撃を与えたとして、ほう、 MIP、 ほう、アジパンダ賞、アジパンダ賞を受賞、さすが、踊れ、踊れるの、踊れるの、踊って、踊って、あ、すごいすごい、あ、パンクですね、あ、体調不良みたいです。なるほどね。はい、その肛門様は、ね、はい、肛門様、2月5日の19時、うん、テレビ朝日のクリームクイズミラクル Q に出演。チャンミオテレビと被りますけれども、時間が被りますね。どちらを見るかは楽しみ。確かに。両方見る。あ、そうだ、両方見れるから。同時に見ていただければ。こっち見てもらってからね。そっちは録画でいいからさ。上から。悪人に厳しいらしいよ、本物は。やられちゃうよ。はい、以上でーす。あ、この様、これ、どうなの？え？これだけ？以上？え、岩井、でも岩井に来てくれたんでしょ？え、岩井。マイル危ないよ、マイル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 、はい、
では、まゆりゅうくんでーす。まゆりゅうくんはこの名通り、龍ヶ崎の出身です。はい、性別は男の子で、チャームポイントはハートの花。ハートの花、あ、かわいい、かわいい、おお、いいよ、気にしないでいいよ。あのハートのほっぺのちゃんみょとちょっと被るかな。ね、あ、ね、かわいい、かわいい。年齢は、うん、なんと400歳。400歳、総合で龍だから。まあ龍だからね。あ、まあ、すごいね、400回で。特技は、そうだ、400回で400歳。なんと、特技は雨を降らせること。あ、やってくれ、やってもらおう。やってもらえないか、ここで降ったら困る。ここはじゃあ雨は困るので、うん、雨は後でね。後で、今は呼ばない。今すぐ降られる。明日の6時くらいから降らせてください。普段は穏やかですけども、もうこれなんていうの、うん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 。普段は穏やかですけども、普段は穏やかですけども、あ、その時コメントも来てるんで、うん、はい、ね、うん、歌舞伎堂さんから黄門様のひげをいじっちゃダメと。ダメって来てますよ。あとですね、そうですね、それぐらいかな。はい、マイリューやってきたと、チャミオさんからと、田中佳代さんからいただきます。マイリュー、マイリュー人気、マイリュー人気で。ごめんね、今マイリューの紹介の途中です。マイリュー来たです。マイリューで、マイリューです。お、龍ヶ崎を代表とする伝統行事、すくまいと、龍ヶ崎を組み合わせて、まいりゅうという名前になりました。花のハートは、地域の触れ合いの、温かさを表しているものです。ハート。チャームポイントです。チャームポイントですね。そうなんだ、そうなんだ、そうなんだ。現在、舞男になるために修行中。修行中？舞男って何だ、知ってる？うん。知らないでしょ？俺も知らない。知らない。すごい期待したけど。え、何して、何して、何して、あ、何か、マイン、マイン、そう、実はあのね、こう、上に乗ったりなんかして、こんなことすごいよね、はしごの。お、実はね、八坂神社の祇園祭の最終日、雨乞いや豊作祈願を目的に行われますと。あ、つくまいというやつですね。はい、県指定の無形民族文化財。お、国、国か、うん、あ、県指定か、国選択県指定、はい、すごい、へぇ、そのメインで、ま、前を練習中ってこと、ね、みんな踊れんね、すごい、ね、俊敏、みんな俊敏、みんな踊れる、ね、はい、以上でーす。すごい、あ、ごめん、あ、一つ告知がありました。はいはい、ごめん、前でごめん、2月の3日、はいはい、月曜日ですね、はい、八坂神社、節分大祭り、大祭り、大祭、節分大祭、チャンミオさんからの補足情報、チャンミオの後輩、龍ヶ崎一高の後輩がデザインされる。へぇ、じゃあ俺の後輩でもあるんだね。あ、なるほど。あと、歌舞伎堂さんから、あの、若く見えますねって、マイルより若く見えますね、400歳だから。あと2月11日火曜日、土浦のうららマルシェ、うん、土丸フェスに出まーす。よろしくね、頑張ってね。あとですね、チャンミオさんから、チャンミオさんから、マイ男さんはチャンミオさんの隣の家に住んでるそうです。マイ男さん、マイ男さん、あの、現在のマイ男、それこれなんじゃねえの。マイ男さんね、これなんじゃねえ、マイか、うん、マイか、マイ男さん住んでるね。かよさんから龍ヶ崎市の伝統行事のほら、あの、アップしてます。祝ってくれてありがとう。ありがとうございます。贅沢だよこれ。贅沢すぎるよみんな。次は扱い、扱い雑だすぎる。続いては、何がいいかな、スッピーカモン。スッピーカモン。早いよねみんな、電話してから来るのがね。そう、みんな近所にいる。スッピー、スッピー、もうちょっと呼びね、ちょっと待って、一番起きやすそうじゃない。じゃあ、じゃあこれ説明してあげて。おお、翼のシンボルキャラクター、シンボルキャラクターツッピーです。はい、よろしくお願いします。お願いします。次めくっていいかな。はい、はい、はい、翼出身で8歳の女の子。お、女の子だよ。へえ、かわいい女の子です。チョコレートが大好きです。よろしくね。ほら、なんか今風。
今風チョコレート、バレンタイン、ね、今風な感じ。実は分かった、あげようか。実はつくば FC の公式応援マスコットキャラクターでもあるんですよ。へぇ、なるほどね。サッカーも好きなんだ ね、 ね、今、広報つくば持ってきましたよ、クッピーが。あ、本当だ。そう、私、渡された。なんか、営業しろよ。はい、で、つくば FC からもらった大事な認定書がこちらなんですね。認定書が、公式マスコットの認定書がこちらなんです。うん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 。おー、そうなんだ、すごい。そして、はい、そこで、今日はつくば FC のトミーに代わって、ツッピーからのお知らせです。そうだ、そうだ、そうだ、ツッピーがいないんだ、トミーがいない。練習後とか、すごい忘れちゃってた。トミー、ごめん、忘れてた。はい、トミーに代わってお知らせ。はい、みんなが出会ったねプロジェクトっていうものがあるんですか。みんなが出会ったね。え、ツッピー、ツッピー、これどうやって説明するの。次でいいのかな。次、そう、とりあえず、あ、そうだね、書いてある、次書いてある。はい、出会ったねプロジェクトとは、はい、農業とスポーツを掛け合わせて、うん、クラブ愛や地域愛を育てちゃおうっていうプロジェクトのこと。おお、みんなが出会ったねプロジェクトっていうのは、うんうん、このプロジェクトに参加した人たちが茨城の大自然に出会って、で、農作業やスポーツを通じて新しい仲間との出会い、うん、その種をみんなで撒いてみんなで育てていくんだ。おお、そういうプロジェクト、やるね。みんなで一緒にウキウキハッピーな農業活動を、ウキウキハッピー米作りとか、チャンプ層作りとか、やっちゃうかも、やっちゃうかも、やるね、すごいことやるね。これやっちゃうのかな、やっちゃうんじゃない。やっちゃうじゃないかな。育てるだけじゃなくて、県外に発信して農業とスポーツを通じて茨城県のアピールをしちゃおうよと。おー、いいですね。ちなみにですね、筑波さんはプレミカーの産地だよ。そう、知ってますか、プレミカー。プレミカー、これプレミカーって聞いて、あ、説明してください。あ、ちっちゃいミカーなんですけど、美味しいの。はい、チャミオさん、これチャミオちゃん、チャミオちゃん、はい、私はウキウキハッピーファーム活動をみんなで一緒にできるといいね、おしまいと。そうなの、そんなこと進んでる。いろいろ400回で突然いろんな、なんか、こっちもパニックになるんだけど、だから知らないこと、うわーっとなった。情報がかかるんで、びっくりしちゃったけど、いろいろ情報多すぎる。トミーの代わりにぶっ飛んでる。厚さは似てんのかな、厚さは似てんのかな、やっぱりね。うん、もう、つくば、あれだと、ちょっとみんなも読んでみてください。はいはいはい、ありがとう。トミーより権力ありそうな感じ。トミーより説得力あるの。オッケー？オッケーかな？はい、オッケー。これでいいの？今日やってみましたよ。なんかちょっと遊んで遊んでですけど、今日も一緒に遊んでます。サボんないで、サボってますね。コメント来てるかな？はい、あ、じゃあコメント来てるかな？オッケーですか？はい、コメント、ありがとう、スッピーありがとう。はい、チャミオさんからコメント来てます。できるといいね、ウキウキハッピーと。今のあれ、マジウキウキハッピーちょっと右側に。大丈夫、なんだろうな、なんか最後怪しい、怪しい、動きが怪しいんだよ。はい、ありがとうございます。ありがとう。では次の、まだいるの？え、まだいるの？すごい、すごいね、すごいね、もう今。でも、牛久のチャミオティーピーなのに、そうだよ、牛久ティーピーないって言ったら知ってるんで。待って、はい、チャミオ、チャミオさんがトミーはどこ行ったのって。いない、トミーね、トミーは、あれ、トミーはね、サボってるし、サボってる、サボってる、が農業やってるじゃないですか。農業やってる。多分ウキウキ派。農業邪魔しないで。だんだん近づいてるよ。見邪魔されるかも。はい、次は、次は、はい、次です。次は、ほんま、あ、違う。あれ？ダメだね。カッパさん、おいでー。マジで？牛久っぽいの来た。どうだったきたー、来たー、カッパ来た。すごい、24時間的に以来、すごい、久しぶり。しかもなんかキャラができてる。なんだろう、24時間的にキャラがすごい出来上がってる。前より前から掃除すんだよ。なんか前よりメイクが濃いってますね。気合が違う、気合が違う、カッパ来た。多分ね、はしゃいでるんだろうね。結構いろんなとこ落ちてる。落ちてる、顔落ちてる。落ちてんじゃない、はい、これどうするんですか。カッパの説明はなし。カッパさん、自分でカッパさん、はい、カッパです。カッパ喋っちゃダメ、言っちゃう、カッパ喋っちゃダメ。私ですね、うん、なんて言う、多分に設定がないか、設定ないよね。そうだよね、24時間ティーブ見てる方は分かってるかな。
ね、はい、分かってる方は分かってくれると思います。はい、終了、はい、ありがとうございました。カッパ短くないか、サルギュアが結構頑張ってると思うよ、あれ、カッパになるのにメイクに3時間半かかってる。多分ちゃんだけ嫌われるね、カッパ。今の見てる寂しそうな目ずっと見てる。ふざけんなよ、見てる。でもなんか400回だから違うんだよ。じゃあ、カッパ特別、君は小さいからここにいていい。やった、やった、小さいからね、小さいからね。よろしいんですか。しゃべれる。はい、続きまして、おいおい、まだ牛久といえば、お、はい、あ、牛久といえば、分かりますよ、牛久といえば大仏。え、大仏来ちゃう、大仏来ちゃう、カッパ、カッパ、大仏か、大仏でもカッパもいるもん。カッパかぶっちゃう、カッパ、カッパかぶっちゃう、かぶっちゃう、またいじけちゃうよ。なに、もう一人は、もう一人、もしかしてカツパの、お、カッパの、カッパの、もしかしてキュー、キュー、キュー、太郎、キュー、太郎の方だよ、サラドにいるじゃん、やつとかじゃん、キューちゃん、キューちゃん、出たー、出たー、出たー、怖い、出たー、怖い、出たー、怖い、なんか出たって怖い、カッパ祭りとかで見てるけど、こんな大きいと思わなかった。え、キューちゃん、キューちゃんの説明は、あ、すごいコラボレーション、ちょっと、かわいいのかかわいくないのかな、どっちがどっちかわかんない、まさかの、まいった。はい、じゃあキューちゃん説明します。はい、まずね、牛久市の観光協会のマスコットキャラクターで、おー、そうなんですね。で、誕生がね、平成5年、あ、平成元年、元年、あ、同い年、マジで同い年、イエーイ、おかを2つ上、ちょいちょい何が言ってるんだ。5月13日生まれました。おお、てか、なんで5月13日なの、なんで、確かに答えらんねえだろ。そりゃそうだ、答えちゃダメだからね。あ、そりゃそうだ、勝てちゃうよね。で、6月26日にキューちゃんっていう名前になりました。1ヶ月ちょっとかかってますね。おかしいよね。確かに確かに、出生届が遅れたってこと。そうそうそう、なるほどね。みんないろいろ考えたんじゃないですか、やっぱり。あ、そっか、うん、そう、本当はなんて名前だったの。あ、バツでした、バツ、 NG キューちゃん、キューちゃん、実は童顔ながら、なんと20歳。え、あれ、20歳なんだ、20歳、20歳を、20歳ね、20歳を超えた、超えた、立派な成人。お酒、同い年、同い年だから、間違ってる、酒飲める、選挙権もある。性別、性別は、男の子ですね。お、はい、男の子、好物はキュウリとカッパスイカ、カッパ大根などなど、まあ要するに何でも牛久のものを大好きと。そうですね、そういうことだと思いますよ。うなずいてるもん、すごいうなずいてる今。はい、で、告知、2月の11日火曜日、ご当地キャラクター&アイドルワンダーランド2014、お、土浦市の JR 土浦駅前のうららビル1階で、マイリュウと一緒に出るかな。おい、おー、おい、一マイリュウ出るかな、なかなか…マイリュウセットで、マイリュウ、なかなかマイリュウ出れない感じ、ナイス、一緒に、あー、あー、先輩、あー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 、いいな、本当は仲いいんじゃないの、仲いいね、仲いいよね、仲いいよね、この2人で、2人っていうのかな、2匹っていうのかな、で、出ます、はい、はい、はい、ぜひぜひ皆さんね、遊び行っちゃってくださいよ、お写真撮りましょう、皆さん、で、あとは誰行くんだ、もうね、ハッスル肛門が疲れてきちゃってる、あれが元気なくなってる、やっぱね、ハッスル肛門ちょっと落としたからね、だね、そうだね、じゃあ最後にみんな集まってください、編集も、編集も、前に、前、オッケー、
はい、すごいね、このどう映ってるのか僕たちは分かんないんですけども、ではここで皆さんに質問があります。はいはい、手元の丸バツの札あるよね。はい、じゃあ質問その1、考えてなかったけど、はい、ちゃんみお TV を、今まで100回以上見たことがある人。ほう、あれなんか堂々と前にがバツを出してるよ。前にがどうぞ挑戦的な前にバツ、前にバツ、前にバツ、バツにバツ、じゃあ発するよ。丸丸丸みんな丸、あ、みんな丸、みんな丸、みんな丸、イエーイ、ありがとう。前に間違った、あ、間違ってたんだ、間違った、次回、500回記念にも出たい。おみんな、みんな丸、みんな、本当にすごいことになるね、これね、後ろのカッパくんもやってるよ、自分にやる、自分にやる、ゆるキャラだった、ゆるキャラだった、ごめん、機会があれば MC をやってみたい。できんの、控えめな人もいる、できんの、やる気はある、前ではバツ、冷静にバツ、ハッスルとジョーやる気満々、多分カッパくんが一番やる気満々、カッパくん、いいかな、指一本立ってるんだけどな、指だけ、指だけな、実は、この中で僕が、私が一番素敵、自分が一番だと思う人、すごい速さ、はい、すごい速さ、じゃあ、ハッスルさん、落ち着いて。そんなこと言うから、やっぱり。ご老体、ご老体が。やっぱり、私が、僕が。みんな、自分が一番。あと、みんな質問ある人。なんかあります？せっかくだから、この機会に聞いてみてよ。あー。なんだろうなぁ。そろそろ、ゆるキャラで終わっちゃうとか。チャミオ TV の400回記念を楽しみにしてましたか？お、お、楽しみ。してましたか？してましたか？あ、みんな、なる、ありがとう、ありがとう、だから来てくれたんだもんね。じゃあ最後の質問、はい、実はちゃんみおは仮病である。丸が早い、結構みんな早い、丸、なんでみんな、みんな知ってる、やっぱりみんな知ってんのって、おかしなことになるわ、昔までみんな知ってんのとか言って、なんか裏事情がなんか仮病で7枚帰ってきたら怒り、というわけで、いろいろコメントが、コメントが、止まったね、じゃあ、誘導してください、はい、じゃあ、皆さんお帰りください、ありがとう、ありがとう、コメントで、田中佳代さんから、マイル、スーちゃんと仲良しなんだよって、うん、仲良しみたいですよ、すごい、でかいから大変だ、あと、マグキンゾーさんから、カッパさんだ、某役者さんに似てると言われませんか、ハブキンドウさんからね、ここ某役者さん、そこでですね、はい、あの、はい、チャンミオ TV から告知があります。はい、去年ですね、去年11月に、10月、うん、11月末から12月から24時間テレビをやったんですけれども、10月、10月、その話ね、ごめん、全然違う話だった、ごめんなさい、あの、24時間テレビをやったんですけれども、うん、なんと今年もやっちゃいます。あのさ、突然さ、突然チャミオに言われて、こそっと言えって言われたの、なんで私だけ知らないんだ、いや、だって言ったんだもん、今自分がやっちゃいます、やっちゃいます、すごい、どうやるとしてるけど、チャミオさん悲しむから、ほら何来てる、あ、なんか今、みんな去っちゃった後にコメントで、うん、チャミオさんのチャミオ TV のレギュラーになりたい人、お、皆さんあ、みんな丸、あ、みんな丸、じゃあギャラリーも手挙げて、よかった、チャミオさん、よかった、よかった、ギャラリー込みで丸です、はい、皆さんみんな、あの、チャミオでもレギュラーになりたいらしいです、レギュラーなし、あのね、そんな簡単にレギュラーになれないよ、俺が言うのもなんだけど、一番知ってるからね、レギュラーは与えられるものではなくて勝ち取るもの、いや、スーンってしてるけど、いや、俺たちはいけるから、そうですよ、そうで、24時間、24時間テレビを開催いたします、ほう、日にちがですね、はい、なんと、なんと、いついついつ、5月の、え、5月、そこだね、5月の17、18の時間で24時間テレビ、ちょっと待って、スケジュール、あ、暇、はい、17、18になりますので、ぜひそこまでにね、みんなでいろいろ力を
を、うんうん、前回よりもマジでやる、マジでやる、今回の『金曜日だけ』や、うん、ゆるキャラの皆様、今年から皆様今年からてくれるあかな丸丸丸丸丸みんなね気づいてない質問、はい、あれみんなねあの水分補給禁止です24時間テレビ来てくれる来てくれるかないいともありがとう、はい、みんな来てくれます、はい、本当に来てくれる可能性は高いですよ、だって今約束したもんあそう、うん、だって放送されてんだよ、あそうか、そう、うん、みんな来てくれる全世界に放送されてるんだから5月17、18日に24時間テレビを開催しますので、皆様楽しみにしていてください。よろしくお願いします。企画とかもさ、なんか募集見ている皆さんに、企画であの前回見ていただいた方も、ね、うん、こういう企画あったら面白いんじゃないかなっていうことがあったら、っうん、あのメールだったりとかコメントでもいいので、うん、どん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 。お待ちしてます。お待ちします。と思います。よろしくお願いします。なんかね、はい、こうみんなとね、繋がれる24時間テレビにしたいらしいよ、ね、今回は。そうですね。うん、はい。あの、またにね、そうそうそう、いろんな人が集まってますので、もうぜひぜひ、うん、楽しみにしててください。はい。ということで、時間もあっという間に、お残すところあと5、6分。マジか。はい、早いね。早いね。ということで、400回でしたからね。400回なので、うん、それぞれ、まあ、皆さんレギュラーなので、このね、400回に対する、それぞれのこう思い出というか、コメントというか、はい、ちょっともらえたらなと思います。では、まず、はい、月曜日のひでちゃんから。そうですね、はい、ひでです、はい。400回ですね。はい、どういや、あっという間、僕ね、あの最初に出て、チャミオ TV にゲストで出たのが、はい、結構早いです。5回目とか10回目とかそうぐらいからずっとチャミオ TV をこう知ってこう動きを見てきたので、うん、400回だし、さらにこんなにみんな増えてるでしょ、うん、それが何よりやっぱすごいと思うよ。一、ね、人でさ、チャミオがこう頑張ってたのにさ、はい、今となってるチャミオいなくてもこうなってるからね、それが一番すごいでしょ。あれなんかあれ、トミー5分前、5分前、終わっちゃうよ。もう終わっちゃうよ。なんでそんな汗かいてんの。走ってきたんだね。あ、いやいやいや、トレーニング、トレーニング、あるもんね。時間押してますね。はい、そう、あとその前にコメントがね、土井中さんから。はい、土井中さん、お帰りなさい。終わる終わる頃参加、可愛いキャラクターがいっぱいと。そうだよね。はい、見てください。ありがとうございます。アーカイブで見てください。はい、でそんな感じで。はい、じゃあひでちゃん。はい、そんな感じでですね、もうみんなで、チャミオいなくても、こうやってみんなで支え合って、できるようになったことがすごいと思うので、そうだね、これからまあね、500回に向けてだったり、24時間テレビに向けてですね、またみんなでこう、仲良く、はい、時に、時に、時に戦い、時に笑い合い、あ、そうだね、そう、楽しんでね、続けていけたらいいなと思ってますんで、お願いします。はい、では火曜日のミカチュー。はい、火曜日担当、こちらね、声だね。あ、すいません、はい、火曜日ですけれども、私はですね、あの 1周年の時から参加させてもらったんですよ。はいはいはい。だったりとか、なんか節目節目がですね、なぜか火曜日が多くてですね、うんうんうん、前回の300回記念の時は、あの、うん、スローフード、スローシティ祭り、あの、うん、はい、あの、うん、スペインさんいらっしゃって一緒にやったりとかしてるんですけども、はいはい、400回もうまさかのチャミオさんいない状況で、うん、すごい寂しいんですけれども、ちょっともう頑張りすぎて声かかちょっと今日張りすぎた。寂しいって言われてる。サケちゃん頑張ってる。すごい寂しい。ごめん、やっぱチャミオさんがいいね。振られた。はい、だから24時間テレビもね、前回いまして、もうより一層ね、メンバーも増えましたし、うん、皆さんも一緒に楽しめたらいいなと思ってますので、うん、400回以降も500回も、うん、次に向けて頑張っていきますので、頑張っていきましょう、みんなで。よいしょ、盛り上げていきましょう。はい、はい、はいはい、じゃあ次は水曜日、水曜日、はい、トミー、いらっしゃい。いいよ、真ん中来ていいよ。うん、はい、今日は実は今日水曜日だっていうのを今さっき気づいて。あれあれでもあれだ、遅刻ってやつ。そうそう、その前ツッピーがね、来年来年閉まってた。閉まってた。すごい暑かったよ。暑かったでしょ。うん、ツッピーより暑かった。いろんなもん持ってた。いろんなぶち込んできた。うん、ドロッと。あの、早くトミー喋らせて。いや、で、まああの、今日チャンピオンいないんですけど、あの、ちょっと思ったのが、このチーム、うん、これはですね、おそらくあの
バルセナルにもあのバルセロナにもチームワークいいなと思ったんで、はいはい、素晴らしいのね。例えば全然分かんなくて、あんまり分かんなかった。チームワークはやっぱいいなと思ったんで、そのチームワークをぜひね、あと今100、まあ、500回、600回になると思うんですけど、はい、ちょっと培って、うんうんうん、みんなでね、楽しんでいきたいと思います。おー、はい、またまたでした、どうも。イエイ、間に合ってよかった。間に合ってよかった。はい、木曜日、はい、カチャーそう、カチさんはあの去年の9月から24時間テレビの1ヶ月ぐらい前から参加させてもらって、うん、で、400回と、うん、あと5月の24時間テレビ、はい、うんうんうん、それが2周年になるのかな。そう、そうです、そうです、まあ、大体 2周年、そういう大きい企画に参加することができて、うん、本当に感謝しています。こういう温かい、もう本当に家族のようなチームに囲まれて、チャンミオ TV 目標レギュラーをやること、うん、本当に嬉しいです。ありがとうございます。いい、よろしくお願いします。イエーイ、頑張っていきましょう。そして、はい、金曜日、金曜日、はい、ノジコ金曜日レギュラーのノジコです。よろしくお願いします。声張ってくれないと全然聞こえないからね。聞こえないから。結構吸収されて全く音が聞こえなくなっちゃう。はい、ということで、ね、私なんと24時間テレビ本当始まるちょっと前に加入しまして、うん、この場で一番レギュラーなので、うん、新しめのだけどちょっとずうずしくもう、まあ、はい、参加しています。本当ね、あの、うん、地域をつないでいく素晴らしいね、あのコンテンツだと思ってますので、ますます皆さんにね近いチャンミュー TV をねみんなで作っていきたいと思ってますので、はい、皆様もこれから応援よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、あっという間ですけれども、はい、今日たくさんコメントいただいてね、うんうん、1時間もうすごい盛り上がりましたけれども、うん、はい、はい、いろいろ来てるでしょ。はい、かよさん、チャミオちゃんがチャミオ TV 始めたばかりから見続けていらっしゃると。ありがとうございます。今や立派なメディアになりましたのと、本当に大きくなっていきましたよね。はい、あとは、ね、土井中さん、ね、チャミオさんいなくていいのかと、いないって言い訳がないんじゃないですか、本当に、ね、まあ、寝込んでますからね。本当ですよ。はい、いろいろ来てる。あと、田中かよさんから20時間真夜中の人生相談またやってね。おお、それは決まりです。出ちゃう、出ちゃう、真夜中の相談やっぱりやらないと、それはやらないと。いやでも、あの、本当にいつもね、あったかいコメント、はい、いつもいつも本当にありがたいよ、これはね、本当にありがとうございます。皆様あってのチャンミオ TV でございます。見ていただいてどうですか、はい、結構いろいろハブキングさんも驚いてる、はい、なんだって、はい、はい、そして最後に、はい、今日は400回なのにこの場にいられなかったチャンミオさんに、なんと、おい、なんとなんと、こちらお花が届いております。届いております。綺麗、綺麗、すごい、いただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。レンコン屋のエースコンです。レンコン屋さんです。ありがとうございます。本当にありがとうございます。実は僕にもいただいてあります。嘘でしょ、個人自分で買ったんでしょ。自分で買ったんじゃないの。メインパーソナリティダッシュたけし、メインパーソナリティダッシュ、ダッシュ、ダメダメダメ、来た来た来た、まだないか、俺もで、でも、この差そりゃそうじゃないですか。でも1回目と400回目と400回続けるはい、ありがとうございます。ありがとう、はいはい、じゃあとあれ、ユースドリーム大賞っていうのさ、あ、そうです、20時間やる前にさ、あ、そうだね、はい、今ユースドリーム大賞やってるので、エントリーしておりますので、皆さん、ポチッとクリックを押していただいて投票していただきます。何番だっけ、07279番で79番でエントリーしておりますので、クリックの方よろしくお願いします。ね、それ通ってさ、24時間いっちゃったら勢いすごくないか、そこは皆様よ、取れます、皆様のお力がかかってますので、はい、はい、そちらいつまでですか。2月の1週目とかですよね。そう、そうだった、もうそうそう、はい、結構もう間もなく締め切りなので、皆さんチェックしていただけたらと思います。はい、はい、じゃあ最後に、はい、みんな来てもらっちゃおう、こっち全員、みんな今日来てくれた皆さん、全員来てもらっちゃおう、ここにいる方、ギャラリーのみんな、ギャラリーの方、どうぞ皆さん、あ、ぜひぜひ、全員、なんか、なんとなく、あんまり言わない、映っていいって言う人ですよ、映っていい人だけ、はいよ、ギャラリーの方、全員も、みんな、全員来て、はい、来てください。
まもなく終わります。テレビに映って OK という OK という方は差し障りのない方、可愛い可愛いお二人もおいで、メインパーソナリティ、これ持ってきただけだよ。あんまかけちゃえ、似合う。似合うマスターっぽい。マスターっぽい。マジっすか、こっちの方がなんか落ち着きかな。はい、じゃあもうチャンミオに、はい、チャンミオさんに400回、そうですね、はい、の、せーの、おめでとう。元気になって頑張ろう。観光協会さん。あ、持ってました？はい、はいはいはい、これだね、こんなの飲んでてます。そうと、あとあれ、はい、ね、そういや、たけちゃん誰よりも頑張った、頑張った、たけちゃんに、メインしかいない、誰もさ、なんか冷たいことしか言ってなかったからさ、おめでとう、おめでとう、たけちゃん、ありがとう、たけちゃん、ありがとう、やめて、最後の最後で、ちゃんとけていいですか、ちゃんとけていい、ありがとうございます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 、最後かもしれませんけども、本当みんな気持ちはね、400回ということですごくなんかこうまとまりがあったと思う、楽しい番組ができたと思います。このチームで良かったなと思います。イエーイ、チャンミオありがとうございます。かっこいい。以上です。以上です。オッケー、また明日からレギュラー放送、ね、頑張りますね、やりますので、うん、皆さん、明日から、明日からも、はい、そうです、よろしくお願いします。バイバーイ、では明日、明日、ありがとうございます。